日ハム、ご意見なく。なぜ笑うだい？西武は笑えないよ。今年は A クラスいけるとか言ってたのに。お前ら見てろよ、この再会があればビッグハイパーウルトラバカを解任して優勝してやるから。西武は存在すら許されないんか。ダサい玉西武ライオンズがいるから無理。 W 5球団中最弱のチーム、めちゃくちゃポジられてたのに。日ハムって勝てそうな試合、息を吐くように逆転されてるよな。でもボスは優勝しか目指してないんだが。まあいいじゃんそういうの。パリーグが5球団という風潮。ハムのこと10年以上応援してたけど、新庄就任するちょい前に辞めて別チームに早めに切り替えて正解やったわ。西武8連敗とかなのに、そこの下に落ちるわけないだろ。このチームいつも1点差負けするような指標とか意味ない。パリーグ5球団セリーグ1球団という不調。ハムってちょっと勝つたび新庄含め持ち上げてキャッキャッ言ってたけど、ずっと低空飛行なんよな。楽天は春のブストを夏に持ってきたんか。外側からたまに見てると若手多くて上がり目だらけで楽しそうとかいう感想になるんやろけど、現実はそうでもないからな。遊んでた去年とは違うとか、めっちゃこじられてた記憶があるんやが、どうしてこんなことに。秘宝、このまま終わると A クラスと10ゲーム差。西武はマジで暗黒ベイスオリナミヤから除外や。ご視聴ありがとうございました。